こんにちは。今回はカードをかざして記録する簡単な打刻システムを作っていきます。皆さんは日常生活の中で非接触 IC カードを使っているでしょうか？電車だとスイカやパスも、ゲームセンターでは e アミューズメントパス、最近はクレジットカードのタッチ決済など、生活のいろいろな場面ですっかり定着していますね。物理的なカードをかざして動作をするシステムってかっこよくないですか？なので作ります。しかもハンダ付けなし、ノーコードローコード環境で作れます。具体的には非接触 IC カードによる簡単な打刻システムです。全体の仕組みとしてはこんな感じです。マイコン M5 スタックコア2に IC カードリーダー RFID2 ユニットを接続して、カードがタッチされたら Wi-Fi 経由でインターネット側へ通知、 Google スプレッドシートで受け取ってシートに記録していきます。 M5 スタックには UI フローというノーコード開発環境があります。 Google スプレッドシートは Google Apps Script というローコード環境でマクロが書けます。今回は少しコードを書きますが、少しだけですのでご心配なく。まずはハードウェアを組んでいきます。今回利用するのは M5 スタック社の製品で、コアのマイコンとして M5 スタックコア2 4AWS、 非接触 IC カードリーダーの RFID2 ユニットの2つだけです。では組み立てましょう。ケーブルをつなぐだけなので簡単ですね。利用する IC カードはゲームセンターで使われるネシカというカードを利用しました。たまたま手元にあった RFID2 ユニットに反応するカードというだけです。 NFC A タイプのカードであれば反応するはず。パスモなど国内でよく使われるフェリカ系には対応していないのでご注意を。 M5 スタックコア2のプログラムを用意します。M5 スタック社の提供する UI フローというノーコード開発環境を利用します。最初に1回だけ UI フロー用のファームウェアの書き込みが必要です。また Wi-Fi 接続先の設定も必要です。 Wi-Fi に接続できると API キーというものが発行されるので、これをメモしておきます。では UI フローでプログラムを組んでいきましょう。こちらを選択し、 API キーと言語とデバイスを設定します。 Core 2はこれですね。ここにブロックを並べてプログラムを記述します。出来上がったプログラムはこちら。起動したら IC カードを待機して、タッチされたらGoogle スプレッドシートへ HTTP のポストで情報を送信。ディスプレイには簡単に状態を表示しておきます。これだけです。プログラムはここのボタンで M5 スタックコア2へ転送できます。 M5 スタックコア2から送信する準備はできたので、それを受け取るコードを書きます。Google スプレッドシートは Google Apps Script という環境でコードを書いてプログラムを埋め込むことができます。必要な動作は情報を待ち受ける、受け取ったらシートに追記するだけです。まずはこの部分で情報を待ち受けます。受け取った時はこの部分で一番下に追記します。これだけです。これでもう出来上がりです。早速動かしてみましょう。カードをかざしてしばらく待つとスプレッドシートに追記されます。もう一回やってみましょうか。このようにかざすごとに追記されていきます。今回はカードによる打刻システムを簡単に組んでみました。動作がシンプルすぎると思った方もいるかもしれませんね。ここをベースに機能を追加していくこともできるので、ぜひ UI フローや JAS を活用して試してみてください。いろいろ試すことが簡単にできるのが UI フロー環境の良いところですね。
このチャンネルでは電子工作や DIY、またリズムゲームなどの動画や配信をしています。気軽な工作やがっつり作り込んでいくような様子もお届けしていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。またね。